あの文様はメルキオルと同じ不死者の。やはりあの時間違いなく亡くなっていたということですか。魔核の元の持ち主としてじゃなく、裏解決屋としての流儀を貫くためにな。いいだろう、それでは死ね、スプリガン。それじゃあバン、夢から覚める？覚めない？いつもの言葉じゃ。ああ夢から覚める。覚めるぜ。ダメダメダメ。カボサとアイザリを知るべき。今ここに限界がいる。ね、こう一瞬さ、もうなんか何かを悟ったような顔になるの、ほんと。2周目つら。涙出る。無様な風ごと食らい尽くしてやろう、バンアークライド。預けていたのを返してもらうぜ、ゼラレッダンテス。ウーストゲージ、キリッと変わるよ。あらめよ。そんな何回もやる。やりすぎではエスクラ。スタンしてんのにさ、喋り出すのやめない？マジでねえ、マジでエスクラしすぎないとめや。エス。これはいい縁なのでは。おー、しまいだ。やっちゃって、ナイス。7の魔を束ねる五兆が1、バグランツ・ザイオン。叫んなこら！ダメ！なんかアーロンとフェリーちゃんが叫ぶのがいいよね。お願いですメアちゃん、どうか起きてください。本当ならとしてありえないけど、せめてヒントくらいは教えてあげるわ。今のあいつが一番心を残している、縁を感じてる場所に行ってみなさい。今の彼ならきっと、ひょっとしたら屋上とか。打ち上げの時もおしゃべりしてたし、よく出てたりするんじゃないかしら。どうか待っててください。誰が逃がすかよ。大丈夫、今の彼ならきっと。いやもうほんま、この者たちならば。なんだろうね、なんか本当初期面3人の熱さが本当に好き。あなたたちの役目でしょう。私たちの代わりにあのバカに一発お見舞いしてちょうだい。はい。
そんじゃ行くぞ。そんじゃ行くぞ、いいね。これが俺の選択だ。黒でも白でもなく。黒でもない。白でもない。ましてや灰色ですらない。夜明け前の優しい暗がりみたいに寄り添ってくれるあなただけの色がどうしようもなく愛おしくて、何があっても失いたくはないから。漂白の魔王とご称賛しよう。あなたが何者かはどうでもいい。どうか私たちのもとにバンさんを返してください。なるほど。他の者がこしらえしからくりか。どうりだ、落花生などを許したわけだ。我らは絶対になる。あ、マジか、マジか。フィーバータイムだ。バトンタッチだ。交代したらいいのかな。これマジで一人一人いなくなってさ。え、おい。みんながいなくなるまでに倒すぐらいなタイムリミット設けられてるよね。結構きついけど。まだ全然半分もいってないけど。結構きつい。あ、でも俺半分ぐらいまでなんだったっけ。マジでバン君いないのがほんときつい。オールキャンセルキャラが2人もいないな。ちょっとそろそろいい加減使うか、ゼラムパウダーカプセルを。いい加減使っていくか。それ悪くね。フィーバータイムだ。派手に決め。よし、半分。ちょっと頼む、ここで終わって。よし。キラキラ、やったー。っていうか、ゼラムカプセル1個とパウダー1個使っても、エスクラゴリ押ししたいなみたいな、そんなテンションでした。よりしろよ、歯向かうつもりか。足りねえだ、だボケが。バンクいないと始まんねえよ。まさに千載一遇ってやつだ。うん。お前らどうか力を貸してくれ。もちろんだよ。貸し借り抜きの大サービスでね。援護その他お任せを。バンさん上がる。悪いな。メア、まったく、こっちはいつでも行けるのよ。ああ頼んだ。神曲すな。そんじゃ改めて魔王退治と行くかよ。かっこいいやろ。ああ、よいしょよ、愚かなり。我から逃れられると思わぬことだ。ある意味あれも俺自身だ。俺にぶつけるつもりだった怒り、全力でぶちかましてやる。フーラ、バンクの代わりかよ。遠慮なく行かせてもらいます。じゃあ、ほい、え、いきなり死んだんですけど、そんなのある？いきなり？マジな。めちゃくちゃ嫌だな、このエスクラ入らない。
めちゃくちゃ嫌な配置だなこれ。お返しだ。モールキャンセル嫌。なんだ。ドライブ開始だな。あもうねつい。入るのが早すぎるんあなた。みんな持ってるでしょ。このエスクラを割り込むのが難しい。これはいけるのでは。待ってー待ってー。さっきいけるのではって言ったらなしにしてくれませんか。うえ。いっちゃうもんね。え？何今の？カウンター？ちょっと待ってよ。そんなことある。アリエン、いかに風とからくりがあるとはいえ、まあ今回はてめえの負けだ。マジ物理笑うんだけど。投げやがった。それで拾っちゃった人を見たことがあるからね。やっぱねちゃんとね、なんかどこの誰だどこにあるかわからないようなところよりもちゃんとね消滅したのを見たいよね。終わった。そんじゃいろいろ世話になっちまったな。まさかあそこまで王を引くとは思わなかったからよ。もうこれでもかってくらいにね。アニエス、全部知って黙ってやがったな。すみません、嘘をつかれたお返しということで。いつ表に出てくるかわからない。そうなったら俺はまた同じ決断をしちまうかもしれない。だが諦めの悪すぎる連中が放ってくれねえと身に染みたからな。今度はもう少し考えるさ。いや別に嘘じゃないからな。信用できません。せめて月2でお手伝いさせてください。まさか親父さんもってことか。なんかこの辺ニヤニヤしない。はい。昨日まで議会で忙しくしていたらしいですけど、今日から同じく年末年始の休暇で数日くらいは親子で過ごそうって。見てみたいな。依頼の報酬の件もありますし、バンさんと話したいそうですけど。いやいや、あんなのその場のノリだろうが。SP とかもいるんだろうし、家の前で失礼させて。大丈夫ですよ、外をさりげなく守ってくれてるだけですし。それにアンダルシアの冬季限定ケーキが無事買えたんです。コーヒーも入れますから。お父さんと召し上がってください。たく、めっちゃ見て。ほんと食えなくなりやがったな。いやいいよね、なんかその始まりと終わりがリンクしてて。あー流れ最高だな。ここめっちゃイニディなんだよな。イニシャル D。 これ終わった後なの。でも結構暗いか。私これ送って帰っちゃったんかと思ったけど、いただいて帰ったっていう風にも見れるのかな。暗いもんね。いやー終わったね。2週目終わりました。ありがとうございました。めっちゃ面白かった。
エンディング曲もいいよね。そう、ファルコムさん毎年壁掛けカレンダーを出してくださってるんですけど、2022年の壁掛けカレンダーがなんと黒の奇跡のこのエンディングイラストだったっていう話。いやーいいよね、このあのね、初見では気づかなかったやつとか冷静に見るとさ、いいですよね。各キャラいるんだもんな。いやほんとジャックとハルちゃんありがとう。もうめちゃくちゃ面白かったわ。なんか空の奇跡好き妙理につくし、てかセリーヌの声優さんいない、そんなことないのかな、ちゃんと声優さん見てなかったな。このイラストも好き、これ1月のイラストだったっていうらしいよね。今が12月でしょ。でさ、このジュリス側もう完全にさ、お姉さんとおばあちゃんがさお姉さんじゃない、お母さんとおばあちゃんが写ってるから、黒の奇跡にとかでもなんか何かしらあったりするかね。もうこの辺ももう完全に魔女の宅急便いやーいいなー、うわー会ってみたいよな、ジブリ感すごいでね、私ね、これね、すごい突っ込みたいとこあったの。この、上流かなんかの人のに目を奪われて、後ろにヨルグさんいるんですよ。真ん中、左ぐらいのところ。もうヨルグさん気づけなかったと思って、初見の時。それどころじゃなかったんですよね。そしたら、だってこれが来たんだもん。いやー、それはね、ドリビエ元気にしてるかな。遊撃士組ね、いや本当にフィーちゃんありがとう。フィーちゃんまた出てきてくれるかな。いやどうなんだろうね。いやでも十分楽しませてもらったっていうか、そのなんだろう、出てき方がちょうどよかった。タイミングがめちゃくちゃいいよね。ドミニオンもマジで集合してほしい、マジで集合してほしい、見たい。いや特にケビンが見たい、ケビンの 3D が見たい。マジ顔、いやー黒の奇跡がさ、だいぶ悪魔の話してるじゃん。てかこんなにさ、空の奇跡サードのネタ出すかと思って、なんか過去作やってた方がいいよっていうのは、まあ奇跡シリーズ総じて言われることじゃんね。ここをそしてさらっとさ、あれが出るんですよ皆さん、そろそろですか、ここ砂ね。ベンちゃんとのお茶会の時に言ってた、軽く言ってたね、あれの砂が出てたって。やっぱヨルグさん関連だったんかなと思ってね。さっき何の話してたっけ、忘れちゃった。あーそう、ドミニオンの話、そう、空の奇跡サードやってたらまたちょっと深くなるじゃないですか。でもかと思ったら、その空の奇跡サードだけやっても意味がないじゃん意味がないっていうか、ちょっとそれだけだとなってなると、結局のところね、深く知る上では、奇跡シリーズってやっぱ投じてね、通してやった方がより一層面白いよねっていう話。まあもちろん黒の奇跡だけやってるのも楽しいと思うけどね、その黒の奇跡は人に勧めやすいって思った。うん、単体でも面白いし、いろいろ散りばめてくれてるから、ここがこう気になるんだよねってもし言われた時に、じゃあこれをどうぞって言えるじゃんそういうことです。ちょっと散り滅裂なエンディングの感想になってしまったということで、黒の奇跡2周目クリアです。難易度はナイトメアでした。さすがに最後ナイトメアまではいかないけど、ハードぐらいの難易度はあったかな。地獄の栄冠、地獄でもなかったけどね。
やっぱナイトメアは初見でやってこそ地獄かな。うん、2周目で引き継いじゃったらまあそうでもなかったかな。多少最後ら辺は、まあ、難易度あったかな。難易度っていうかなんだろうね、まあ多少考えたかなみたいな、ノーマルではない難易度だったかな。はい、とりあえずセーブしてきます。はい、ということで取ってないトロフィーがあと3つなんですけど、何を取ってないかっていうとまあアチーブメントはあれです、あれとして、この全てのコネクトステージを最外まで上げたっていうので、これねダスマニさんが取れてないんですよ。でなんでかなって思ったら、コネクト2個は見たんですけど、映画見るの忘れてたみたいで、そう見るの忘れてたっていうか、最初にこの映画見て、でコンプリートしてゼムリアストーンもらおうっていう風にしてたんですけど、最初の速記の計画からずれてて、そうダズマリさんが入ってなかったんだよね。なので今からちょっと3周目を始めてきます。はい、無事にダズマリさんと仲良くなれて、コネクトポイント全マックスになりまして、アチーブメントも埋まりましたので、トロフィーコンプできましたありがとうございます。個人的に完勝まで3周目やる気満々だったんですけど、コネクトポイントが加算式で、そう最初のコネクトイベント2周目夜ですね、で達成しちゃいました。完全に不意打ちだったんで録画準備全くしてなくって、まさかのトロコンした瞬間の動画がないっていう失態なんですけど、こちらがプレステ5さんが撮ってくれたやつですね。ありがとうございます。で結局アチーブメントの EX は埋まってないんですけど、まあそれはいつかまたね、そんな未来があるといいなというところで、ちなみにダスワニさんは何もらったの？これか。あー、警察官の熱い正義の思いが表現されたワッペン、結びのゴフね。はい、でトロフィーコンプしたということで、私の黒の奇跡の動画はここまでになります。いかがだったでしょうか。少しでも楽しんでいただけたのなら幸いでございます。今後の私の活動ですが、もちろん黒の奇跡2の実況動画も投稿しますし、イースも少しずつ手を出したいなと思っています。他にもね、たくさん動画を投稿してますので、気になる動画がありましたら見てくださると嬉しいです。それではここまで見てくださって本当にありがとうございました。お相手はさやかでした。まったねー。さてと